今回もご視聴いただきありがとうございます。キャンプギア DIY 系 YouTuber のサルです。このチャンネルでは100均アイテムを中心に低価格帯のキャンプギアを DIY 加工することでより使い勝手の良いものに改造する方法などをご紹介しています。ご興味ある方はチャンネル登録と Twitter、インスタフォローもお願いします。今回はキャンドゥの段ボール燻製器とバーベキュー用マルチプレート、それから外のスモークウッドを使って燻製料理をしてみました。その他にも27センチ以下の焼き網を準備する必要があります。注意点なんですけど、段ボール燻製器というのは必ずスモークウッド専用となっています。スモークウッドといいますのは粉状の木を棒状に固めたもので、一部分に火をつけることで蚊取り線香のようにずっとこう燃え広がって長い時間かけてゆっくり調理するという燻製となります。段ボール製の燻製器を使う場合は段ボール自体を燃やさないために必ずスモークウッドを使います。比較のため動画の後半でスモークチップの燻製料理も撮影してますので、よければ最後までご覧ください。マルチプレートは炭火で加熱する簡単な炒め物や食材置き場に使えるスズメッキをした薄い鉄製の皿です。初めて使う場合は表面の錆止めを取り除いてから使用します。同じ材質で販売中のセリアの商品と違い、形が正方形に近いので今回はスモークウッド置き場として使いますが、使った後はボックス型のストーブで使うのにちょうど良いと思って購入しました。こちらが段ボール燻製器のジャンコードとなります。焼き網については27センチ以下のものということで、キャンドゥにもセリアにもちょうど27センチの正方形のものが売ってありますので、それを購入してきました。スモークウッドは外の桜を選びました。味の違いがわかるほどいろんな樹種を試したことはないんですが、桜の場合は香りが強めで肉料理には合うそうです。裏側にはワンポイントアドバイスが書いてありますが、スモークウッドに点火する際は一つの角に着火するのではなく、断面全体を広く燃やすことが必要です。また立ち毛防止のために金属プレートの上に乗せた網の上にスモークウッドを置くことで燃焼効率が上がって火力も増すそうです。では早速段ボール燻製器を開封していこうと思います。このように折りたたんでも着べるのは便利だと思います。割り箸4本を穴に刺してこの上に網を置くという風な構造になってます。今回は棒状に固まってるスモークウッドを使いますけど、反対に木を細かく砕いたスモークチップだと熱源を持って炙りながらいぶしますので、熱源を準備しないといけない代わりに100度前後で調理ができるので加熱が早くすぐに食べられます。したがってこの段ボール燻製器の場合には数時間かけてスモークをするということですから、すぐに食べたいっていう場合には向いてないですね。ちなみにスモークウッドは熱源がいらない代わりに温度は60度前後までしか普通上がりませんので、時間がかかる反面生ハムも生に近い状態のままスモークで味付けできますし、チーズなども溶けてなくなってしまうような、そういうことがなくスモークできるのが嬉しい点です。正確なサイズは横が 20.5 センチ、縦が 17.5 センチ、周辺が立ち上がっているので高さが1センチあります。ジャンコードはこちらになります。したがって正確な正方形ではないんですけど、それに近い形ということになります。では早速開封してみましょう。やはりそうですね。セリアやダイソーで売ってるバーベキュープレートと全く同じ質感です。ただ正方形に近いということが今回は特徴的だと思いました。今映ってるバンドックのボックス型ストーブについては、折りたためるという点がとっても便利なので、外出して外で使う時にこれをよく用います。炭火で使うので汚れてはいないんですけど、こういう形で組み立てて、真四角のね、ボックス状になります。でこの上に自作の五徳を乗せればですね、スキレットなんかを乗せれるんですけど、焼きそばなんかであれば今回購入したマルチプレートを乗せることでちょうどいい大きさになるかと思います。こんな感じですね。これちょうどいいね。鉄板ではないな。こちらのマルチプレートはこのようにちょうどいいサイズですので、例えば燻製をして出来上がった食材を置いておくのにも良いかと思います。外のスモークウッドですね。こちらは約 80g のものが3本入っています。水分調整等もされてて使いやすいということで今回選んでるんですけど、1塊あたり約90分、1時間半持つ、それが3本入ってるので、3つ同時に使えば4時間半というところが目安になるそうです。ただ実際には火加減によってかなり
時間は変わりますので、そのあたりは使いながら調整していくことになります。途中で消すことも可能なので、そういう意味では便利な燻製剤だと思います。で、透明のフィルムでこのように、入ってるんですけど、結構ですね、粉状にこうバラバラと落ちてきますので、注意しないと周辺が汚れます。で、あと合わせてキャンドゥのこの網ですね、15センチ四方の網ですけど、これも買ってきました。マルチプレートの上に直接置くとですね、どうしても火力が弱くなりがちですので、こんな風にプレートの上に網を置いてからその上に乗せてやれば、酸欠にならずより火力が稼げますので。この段ボールですね、28センチあって割と大きいですので、まあ、こういう形でなるべく強火にしたいと思ってます。この段ボール燻製器は本来芝生など熱に弱い場所を避けて地面で使うことを想定しているようです。箱の底部分を外側に開いて地面にピタッと置き、開いた部分に重りを乗せて煙を逃がさないように調理する仕様となっていましたが、あいにくこの日は雨が降っていて庭での撮影が困難だったので、風通しの良い場所で実践しています。ただこの場所は地面がコンクリートなので、熱に強いアイアンテーブルを置いてその上に段ボール燻製器を設置しました。したがって箱の底部分を外側に開くと煙が下から逃げてしまうので、箱の外は閉じておいてます。このためスモークウッドの熱で箱の底が燃えるといけないので、今回は焼き網に針金で即席の足を作って使いました。針金がなければ代わりに100均のごとくで代用することも可能だと思います。実際のキャンプ場でも雨露で地面が濡れてたり芝生サイトだったりすると、直接地面に置ける場所は限られると思いますので、こうした使い方の方が汎用性があるように思います。なお100均のごとくを用いる場合は、映っていたように先端の1センチほどを曲げておけば、組み立てた後はテンションがかかって視線に外れ落ちることがありませんので便利です。今回はベーコン、ちくわ、チーズ、ウインナー、そして黒胡椒やほりにし、シナモンなどのスパイスで味付けした鶏の生肉を並べてみました。燻製料理をする際はいつも感じることなのですが、調理が大掛かりな割に一度に作れる量が少ないため、一瞬で食べてしまって悲しい気分になることがあります。ただこの段ボール燻製器を使えば27センチの網がちょうど収まるため自己責任にはなりますが、金串4本を段ボールに別の場所に突き刺してやって、もう一段網を増やして2階建てにしてやれば、今映っている食材を2倍の量に増やして燻製調理することができますので、次回はそうしたことも試してみたいと思います。今回は撮影カット数が少なくて展開が早いため、喋りが映像についていきませんが、映っているようにスモークウッドはトーチ型ライターだと時間がかかりそうだったので、1本で5分間燃えるファイヤーライターズを使いました。ブロックの断面全体を炙って着火したのですが、後で考えるとこの段ボールの容積が想像以上に大きかったので、強火にしたいんだったら反対の断面にも着火して両側から煙を出すぐらいでちょうどよかったと思いました。パッケージに印字された説明書によれば、着火したスモークウッドは本来段ボールの側面に開けられた窓穴から出し入れする仕様のようですが、先ほど申し上げたように雨が降っててアイアンテーブル上で行っているため、段ボールの底は閉じて足つきの少し高さのある台の上にスモークウッドを乗せています。このため側面の窓から火のついたスモークウッドを出し入れするのは少し危険だと思いましたので、網を外して今回は上からスモークウッドを入れました。食材のセットも完了したら蓋を閉じて、このように中から煙が出てきます。窓から覗くといい感じでいぶされている様子がわかります。少し隙間が空いているためここから漏れ出てくるんですけど、まあ、おそらく完全に閉じてしまうと酸欠で火が消えやすくなってしまうと思うので、まあ、この程度でいいんではないかと思います。はい、気温が 15.8 度と比較的あったかいんですけど、30分ほど経過しまして、煙の量が少ない、ちょっとですね、ちょっと気になるんだけど、煙がですね少なかったために開けてみたんです。こんな感じですね。煙出てる？着火はしてるんですね。火は消えてはないんですけど、段ボールの中もですねちょっと、あったかくないし、これは火が弱いなと思って、少しもう一度火力を上げようと思って一回スモークウッドを取り出しています。まあ、容量が分かったので今回は横の窓穴から取り出してもう一度火をつけまして、この状態にしてかなり燃えてるけど、これくれぐれも危険なので自己責任でやってます、注意してください。火がついた状態、炎が立ってる状態で段ボールに出し入れすると、段ボールに火が移るともう大事故になりかねませんから、そこは注意をしてください。
ちょっとまるでバーベキュー状態になってますけど、今ですねファイアライターズの炎が燃えてるので、一時的に、炎が立ち上がってます。はい、これでね、スモークウッドにも強い火がついたので、今度は大丈夫じゃないかなと思います。熱くなってくれない、熱くなってくれないと絶対に意味がないし、まあ、これぐらい煙が出るのが普通なんだけどね。まあ、さっきと違ってしっかりとこういぶされてる感じですので、まあ、今回はねうまくいきそうな気配です。2時間半経ってんだけど、段ボール燃えてるわけじゃないよね。すごいなこれ。外のスモークウッドは1つのブロックが90分ということだったんですけど、実際にはその2倍、3時間燃え続けてます。3時間って180分だよ。90分しか持たないはずなんだけどな。まだついてる。完璧できてるよねこれ。すごい状態だよね。この辺りですね、なんで180分燃えたのかっていうのはね分かんないんですけど、おそらく酸欠気味であまり燃え方が進まなかったんですね。ほとんどないんだけどね。あとちょっと残って、もう十分だったので一旦消火しようと思います。空気を遮断すればね、こんな風にね、アルミ箔さえあればこんな風に簡単に消火できますので、まあ炭と同じですけどね。こういう感じになって、ウインナーも、いい感じでできてました。こういう感じです。あ、けどこれとかね、ちょっといただいてみます。おいしい。もう独特のね、もう燻製料理独特の美味しさでした。めっちゃいい感じ。これめっちゃ美味しい。ベーコンもねポロポロになってます。この鶏肉もですね、いい感じでですね、染み込んでましたね。とりあえずちくわね、たまらんかったね。うん、うまい。もう止まらないモードになってます。ちょっとぐちゃっとなっちゃった。見た目はね良くないんですけどね。美味しいと思う。別物だね。超高級チーズだねこれは。別物になっちゃった。やはりスモークウッドなんでね、チーズもね溶け落ちることなく安心だったんですけど、ゆで卵少し焦げちゃいましたね。ちょっと食べてみる。これね、ゆで卵じゃないよ。これは高級ですよ。食感がね、これ燻製卵好きな人好きだろうね。結構ですね。ベーコンはね、まあ元々加工品だからね、いけるんです。ベーコンはちょっといってみます。あ、でもね、やっぱね、燻製独特のうまさがね、表面がね、やっぱりね、美味しいんだよね。やっぱり2階建てかね、3階建てにしてね、これもうちょっとたくさんの量をね調理できたらいいかなと思いました。素晴らしい。ちょっともったいないのでゆっくり食べよう。ではね、ここからは片付けをしていこうと思います。片付けてみると、まずこれを取ってね、まあ、アルミ箔で巻いてたので比較的簡単に片付けられるので、やっぱりこういう方法がいいんではないかなと思いました。まあ、こうやってすればね、汚れないからね、このお皿がね、それが嬉しいよね。これは問題ないし、ちょっと焦げたね、段ボールの蓋の部分はね少し焦げてるんですけど、そこの部分はね全くそういうダメージは受けてないので、まあいいんでしょうね、こういう形の加熱はありかなと思いました。
外しとけば、でコンパクトに折りたたみますので、まあ、持ち帰る時もね便利ですし、まあ、処分するにしてもね邪魔にならないと思います、ここまでは50度前後の温度で長時間いぶすタイプの温くんの様子でしたが、スモークウッドとスモークチップの比較のため、ここからは私が普段行っている鉄鍋を使って熱源でスモーク材を加熱する熱くんの様子を撮影してみましたので、参考までご覧ください。やり方は簡単で、鉄鍋にアルミ箔を敷いてその上にスモークチップを入れます。チップの量は適当なのですが、足りなければ後で足すこともできるので難しく考える必要はないと思います。このようにガラスの透明の蓋を使えば煙の様子や食材の色の変化も確認できるので失敗することがありません。中火で 1,2 分ほど加熱すると煙が内部を循環する様子がよくわかります。色もどんどん変わってきますが、だいたい5分もすれば肉がきつね色に変わってきまして、桜、今回使っているチップは桜ですけど、この燻製スモーク材の良い香りが漂ってきます。はい、今5分半ぐらいですね。はい、燻製独特の甘い香ばしい香りがしてきます。個人的には生肉を使う場合は60度前後で長時間いぶす温くんよりはこんな風に高温で加熱する熱くんの方がすぐに食べられるので好きです。ただまあスモークサーモンやビーフジャーキー、チーズや生ハムのような食材なら温くんが美味しいと思います。はい、冷めたらねこんな風に、しっかりとね味のついたスモークチキンをいただけます。最後になりましたが、今回は視聴者さんからレビューリクエストをいただいてやってみたら面白かったので、あの動画にして公開させていただきました。ありがとうございました。ご要望やご質問がございましたらコメント欄で教えてください。今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思った方は高評価ボタン、それからチャンネル登録の方もよろしくお願いします。